原田武雄タケポン1兆円構想を聞いて僕は確信した。1時間33万円のセミナーでタケポンが推奨した未公開企業メタモが犯罪利用口座として公認されたのは必然だったのだと。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、タケポンの方からですね、まあ、再びというかまたまたと言いますか、まあ、とんでも発言が飛び出しましたので、その内容をご紹介しながらですね、タケポンの、妄想理論についての考察を深めてみたいというふうに思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まずレジュメ左側の方から参ります。出どころはですね、8月31日のタケポンのツイッターよりということになります。今手元に1億円あるとして、これが単純に2億円になる算段、そして年内に10億円までになるとする。この状況、すなわちだいたい年間 2.5 倍以上には最低でも資産がなるっていう方程式が執行できれば、10年間でなんと1兆円を超える。ふむふむなんて思う今日この頃、8月31日の昼下がりということなんですね。で、今ご紹介したこの言説を僕読んだときにですね、まあ、今回のタイトルの方に書かせていただいた通りではあるんですが、1時間33万円のセミナーでタケポンが推奨した未公開企業メタモがですね、まあ、犯罪、利用口座として公認されるなどというですね、まあ、前代未聞であり、令和金融史に確実に残るであろうという事件はですね、必然だったんだという感を強くしたというところなんですね。原田武雄さん、タケポンのですね、欠損ぶりというのは、まあ、突出していると言わざるを得ないということがですね、まあ、今回の言説で改めて担保されたのように感じるというところでございます。まあ、レジュメ右側です。上から順番に参りますね。あらかじめ数百倍になることが分かっている株式がこの世に存在しないのと同様に、年間 2.5 倍ずつ資産を増やせる方程式もこの世に存在しませんということですね。で、聡明な庶民であればですね、理屈抜きで分かることが原田武雄さん、タケポンには分からないということなんですね。年間 2.5 倍の、まあ、運用ということになるとですね、まあ、運用利回りでいきますと、まあ、年利 150% ということになりますが、まあ、レジュメの方に書いている通りですね、実際の運用の世界の現実どうかといいますと、まあ、神様でも年率 20% であるというところが現実なんですね。まあ、投資の神様といえばですね、もちろんウォーレン・バフェットではあるんですが、ウォーレン・バフェットの1965年から2021年にかけてのですね、56年間の運用の平均利回りというのはだいたい 20% ぐらいであるというふうに言われておりますので、まあ、今回のタケポンの妄想理論によるとですね、10年間の平均利回りが 150% となるというふうにタケポンおっしゃってるんですが、これは言うまでもなく、これありえない数字でありですね、まあ、悪い冗談はやめてくださいと、冗談はよしこさんですねということになるわけなんですね。で、仮にですね、このタケポンの妄想理論方程式が、まあ、執行された場合、実現された場合というのは、もちろんこれ資産が1兆円超えるということになると思いますが、これはですね、まあ、レジュメの方に、まあ、事実上日本一、いや世界一の、お金持ちにタケポンがなるということになるんですね。まあ、現在ですね、フォーブスなどのですね、いわゆる億万長者ランキング、資産ランキングを見ているとですね、日本の1位、トップは、ユニクロの柳井さんで、4兆9000億。まあ、第2位がキーエンスの滝崎さんで、3兆1000億。で、3位がソフトバンクの、孫さんで、2兆9000億というような形になりますし、あと世界一の資産家ということで言うとですね、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトングループの会長であるベルナール・アルノーですね。ベルナール・アルノーが28兆円というふうに言われているんですけども、タケポンはもちろんこれ1兆円ではあるんですが、今紹介したですね、資産家の方々というのは、
その評価されている資産はですね、事実上売却ができない自社株の評価ということになりますので、まあ、一方でタケポンの場合についてはですね、1兆円の、運用がこう達成された暁にはですね、純粋個人の投資家としての、まあ、1兆円ということになりますから、まあ、いわゆるこう自由になるお金というふうにもちろんこれ言えますので、そうなるとですね、まあ、自由になるお金が1兆円ということになれば、おそらくは世界一だと思いますので、まあ、タケポンはこの妄想理論によってですね、まあ、そのような方程式があるんだということで、まあ、1兆円を超える資産をまあ作るというふうにタケポンはおっしゃっているんですね。まあ、頭がどうかしているということにもちろんなるわけなんです。あと実務的なことで申し上げるとですね、タケポンは今回の妄想理論の中で100万円を250万円 2.5 倍にする難易度と、1000億円を 2.5 倍にする2500億円にする難易度をですね、等しく見積もっているということが伺われるんですね。で、実際のところはですね、100万円を250万円にする難易度と1000億円を2500円にする難易度、これは天と地ほどの開きがあります。年間こう 2.5 倍になるような株式というのはですね、これおおむねこう中古型株と言われる、まあ、いわゆるこう規模の小さい、まあ、時価総額の小さい株になることが多いわけなんですね。で、100万円を250万円にするというのもですね、まあ、これ非常に難易度高いんですけども、まあ、一方でですね、こうセンスの良い方であればですね、100万円を250万円にするというふうな実績を上げる方はですね、まあ、少数ながらもこういらっしゃるとは思うんですね。一方で1000億をですね、2500億にするというのはこれ事実上不可能なんです。まあ、なぜかというとですね、まあ、仮にですね、こう時価総額100億円のですね、中古型株の会社の株を、まあ、10% 取得しようとしたらですね、まあ、10億円、まあ、もちろんかかるわけなんですけども、で、先ほど申し上げたですね、1000億を2500億にするということを前提にするとですね、1000億円の投資を達成するためには時価総額100億円の会社の 10% ですから10億円ですね、これを100銘柄に投資をする必要がもちろんあるわけなんですね。で、これをですね 2.5 倍年間にするということになりますと、100発100中でですね、この中古型株を100銘柄選定をしなければいけないということになりますので、例えて言うようなですね、大谷選手が100打席連続ホームランを大リーグで打つというぐらい難易度がめちゃくちゃ高いということになりますので、これも事実上無理だということをタケポンはできるというふうにおっしゃってるんですよね。で、もっと問題なのはですね、市場に出回っている株の話なんですが、タケポンこの辺全く多分想像もしてないかと思うんですけども、いわゆる市場に出回っている株、不動株をですね、十分に確保できる会社じゃないと、そもそも時価総額の 10% の株式を取得することができないということになりますし、かつそれをですね、時価、今の値段から大きく乖離しない形で、乖離しない値段で買い集めていくというのはやっぱり至難の業であるということになりまして、で、なおかつそれを100銘柄やらなきゃいけないということになりますから、これもどう考えても無理な話だということなんですね。で、中には M&A を使えばできるんじゃないですかとおっしゃる方いるかもしれないんですが、一人の個人投資家にですね、1000億の M&A の案件なんか絶対来ないですし、 100億円の案件ですらですね、これまず来ないというふうに思いますから、M&A を使って資産を増やしていくというところもですね、個人としてはこれまずほぼ 100% 無理だということなんですね。で、さらに申し上げると、妄想理論が結実してですね、方程式が執行されて、万が一1兆円の資産を株式で作りましたということになった場合でも、じゃあ出口をどうするんですかって話なんですよね。1兆円の株式をこれ買う人がいないと、これ決済ができないということになりますので、たくさんそのあたりもどこまでこう考えているのかなというところは、大きな大きな疑問になるということなんですね。で、このようにですね、タケポンにおかれましてはですね、本来的には観念上もありえないし、実務上もありえないですね、1兆円構想をこの度悲劇することによってですね、再び自らの欠損ぶりを、
メタモ事件から間髪入れずに示したということになりますので、それが今回の妄想理論の総括になるのかなというふうに思いますね。はい、あとレジュメ右側の後半の方ですね。タケポンへの重大疑惑、もしかして知らないんじゃというふうに書かせていただきました。これについてはですね、私はタケポンがですね、母外資産の話、代表的なものとしましては、18番お箱であるですね、東京駅のビル群は母外資産のおかげであるという言説を聞いたときに、タケポンはこれもしかするとですね、銀行融資、銀行貸し出しの実務を実は全く分かってないんじゃないかという疑念が僕は未だに消えてないんですね。ですので、今回はですね、銀行融資、銀行貸し出しの仕組みをですね、簡潔に、ご紹介したいというふうに思いますので、タケポンにおかれてもぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。で、出所はですね、タケポンが権威好きということもありますので、イギリスの中央銀行であるイングランド銀行のですね、レポートですね、現代経済における信用創造というところから抜粋しました。矢印4つありますけども、まず1つ目ですね。今日における貨幣の創造の現実はいくつかの経済学の教科書で見られる記述とは異なるものですということなんですね。でこれについてはですね、ご視聴者様の方でもですね、高校あたりのですね、公民の教科書に出てくる、内容をちょっとかいつまんでご紹介するとですね、聞いたことある方結構多いかと思うんですが、A さんという個人がですね、仮にですけども1000円を A 銀行に預けました。でその A 銀行はですね、預けられた1000円のうちの1割100円を準備金として取っておきつつですね、残りの900円についてこれを B さんに貸しましたという形ですね。でその、B さんはですね、900円を B 銀行に預けましたという形になって、その B 銀行はですね、再びというか同じくですね、その1割の90円を準備金として取っておく一方で、残りの810円は同じくこれ C さんに貸し出しますよというふうな形になってですね、これが数珠つなぎでどんどんつながっていくことによって、もともと1000円だったお金がですね、どんどん増えていくというところが、信用創造の一般的な説明にはなっているんですけども、イングランド銀行はこれをですね、現実とは異なるものだというふうに指摘しているんですね。で矢印2つ目から、4つ目、これ続けて、ご紹介しますね。銀行が家計から預金を預かって貸し出しに回すのではなく、銀行融資が銀行預金を創造する。銀行が貸し付けを行うとき、借主の預金口座に借り入れた金額分の銀行預金が記帳される。まさにその時、新しいお金が創造されるのである。このため経済学者の一部は銀行預金のことを万年筆マネーと呼ぶ。銀行家が貸し付けを増やした時に銀行家のペンの一筆で創造されるからだということなんですね。で竹棒に置かれてはですね、母外資産の話をしているときにですね、メンターの言葉をたびたび引用する中で、東京駅のビル群を建てるというときにですね、どこにそんなお金があるんですかと、どこからそのお金は生み出されたんですかというふうなことを竹棒繰り返しおっしゃってまして、何が竹棒言いたいかというとですね、何の元でもないところから、ああいったものが作れるわけないんじゃないかというふうなことをタキポンおっしゃっているわけなんですが、それに対する答えがですね、今回ご紹介したイングランド銀行のレポートがそのままになるんですけども、銀行がですね、借主の銀行口座に数字を書き込むだけ、記帳するだけ、今で言えばもうパソコンで打ち込むだけでですね、これお金は作れる、新しいお金は創造できるというふうなことが答えとなるというところをタキポンについてはぜひしっかりと認識ご理解いただければなというふうに思います。あとはですね、これ言うまでもないことではあるんですが、タケポンはですね、日本国債、日本の国債の発行実務であったりですとか、あとは通貨とはそもそも何なのかということについてもですね、日本デフォルトに関わるタケポンの言説を見ている限りはですね、
こう理解している可能性は、理解していない可能性がですね、まあ、極めて高いというところを合わせてご指摘させていただきたいというふうに思います。で最後となりますが、タケポンに言上したこととしてですね、まあ、最近のタケポンはですね、ツイッター上でですね、つい先日だったと思いますけども、まあ、ビットコインとですね、モルモン教の関係にこう言及されたりはしてるんですが、まあ、そんなこう、まあ、でかい話をする前にですね、まあ、当たり前の常識であったりだとか、あとはこう実務上絶対に避けては通れない手続きなどをですね、こう無視したこう言説をですね、これ以上撒き散らしていると、これ第二のメタモ事件をですね、これ誘発することになりかねないということになると思いますので、タケポンにおかれてはですね、今回の私の配信聞いていただいて、まあ、当たり前の常識を、まあ、今後身につけていただければというところと、あとは、まあ、今回の資産を増やすであったりだとか銀行融資についてもですね、まあ、当然にして行うべき実務と、まあ、踏まえてですね、まあ、ぜひ言論活動を展開されていただきたいなというふうに思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。